シイラは幸福を呼ぶ魚、風ぬい湯とも呼ばれ、国神村ギナマでは毎年この時期、およそ300年続くと言われる伝統の方法で漁が行われており、秋の風物詩となっています。シイラ漁を行う漁船は7隻で、夜が明けないうちから近海にある竹製の浮き魚床、パヤオで漁を行い、水揚げされたシイラは3枚におろされ、塩もみされた後、天日干しされます。 ギナマ共同売店では天日干ししたシイラのパック詰めや実を取った後のアラなどを販売していて毎年人気となっていますギナマ区の浦崎区長は今年は豊漁で人気の特産品を PR して地域を活気づけたい商品は数に限りがあるので購入の際は共同売店に問い合わせてほしいと話していました